相模鉄道の柏台駅に来てます。通称相鉄線ですね。でこの柏台駅から、西口の改札から東口の改札まで350メートルあるそうなんですよ。それをちょっと歩いて行ってみたいと思います。柏台駅ですね。柏台古戦橋。こういう感じで柏台駅は車両基地になってるんですね。そしたら構内入っていきます。入場券を買っていきます。10円多かった。で入場券、これで東口まで行きます。よし、入場していこう。4番ホームから行ってみようか。ここから350メートルあるんだって、東口まで。JR が止まってるね。これから行く東口は大塚本町駅、昔そういう駅だったそうです。で1975年に廃駅となって、その後、柏台駅の東口として運用されるようになったそうです。古戦橋を渡っていきます。この古戦橋がきっちりした古戦橋だから、雨とか雪とか風が降ってても安心だね。向こうが、向こうの建屋が柏台駅の西口。この山が綺麗に見えますね。でこの右に見える線路沿いの通路をずっと向こうに歩いていく。そうすると旧大塚本町駅の、まあ今現在は柏台の東口駅になっているそうです。じゃあ歩いていってみましょう。東口って書いてありますね。係員は不在です。線路なんだね、ほら。あ、すごい風。庭園塔があったりしますね。
西口まで長いからこういう休憩所がちゃんとありますね。今渡ってきた跨線橋があれです。ね、夜は夜でなんか面白そうだな。東口に向かう通路。歩くのかな、10分も歩かないか、まあ、まだ駅見えないもんね、改札、東口の改札で 右はね、こういう感じで乗り面になってるね。まあ、改札からホームまで長いって言ったら、あの有名な土合駅ってあるよね、モグラ駅か、通称モグラ駅、それよりかこっちは短いんだけど、まあ、モグラ駅はもうずっと、階段ですもんね、下り上りの階段、400何十段ある階段を降りていかなきゃいけないの、改札から。すごいとこから落ちてきたのか、これは落ちてきたんだな。おそらく日本で2番目に長いところなんじゃないかな、改札からホームまで長いのは。多分日本一が土合駅だと思うんだよね。あ、来た来た、電車来た。こんな近くで電車見れる。その改札からホームまでは 350m。 あ、見えてきたね、東口。これ上ちゃんとこうやって屋根はあるけど、ちょっと雨の強い時はどうなんだろうね。ちゃんと明かりもある。横の乗り面はね、こんな感じになってる。住宅だね。朝とか夕方はこっちの通路を使う人いるのかね、東口から乗り降りする人は。でもちゃんとね、ここはちゃんとアスファルトだし歩きやすい。ただこれ足の不自由な人たちが大変だな、ここ行くのは長いから。ただね、アップダウンはないよ、ほとんどアップダウンはないから。着いた着いた、東口。9大塚本町駅か。昔はここ名残でここがホームだったんだろうね。そのまま流用したんだろうね。多分ね、おそらくここがねホームだったんだよ。ずっと大塚本町駅の。で東口に来ましたと。東口のね、この駅舎も新しくなったと思うんだよね。温かみのある木を基調にした駅舎。
じゃあ出て行きましょうか。ありがとうございました。コインロッカーもある、宅配ロッカーもある。出ていきましょう。こんな感じですね。柏台駅東口歩いてきました。東口のちょっと周りをちょっと散策していきましょう。東口のね、真ん前にね、なんか喫茶店みたいなのがあるんだよね。こう。それ以外はね、お店っていうお店はね、見当たらない。今、踏切になっちゃってるから。あ、やってないね、このコーヒー屋さんは。東口からこっちの方に横浜方に歩いてきて、すぐ坂道があるんですけど、緩い坂道を登っていくとね、居酒屋はありますね。居酒屋どんちゃん、居酒屋どんちゃんか。あと美容室と、もう昔やってたんだろうね、焼き鳥。こんな感じにはなっちゃってるけど、この柏台駅からちょっと下っていきましょうか。ここに踏切があるんですけど、ちょっと下っていきましょう。こっちが海老名川、ずっと通路ありますね。でこっちが横浜方。昔ここはおそらく これで見るとやっぱりホームだったんだろうね。昔あそこはこの通路のところが半分まで。住宅街だ。あ、ないね。コンビニとかそういうの。ずっと住宅街だ。なのでもし来られる方がいたら、東口でなんか買い物しようと思っても特に何もないんで、東あの柏台の、西口、まあメインの駅舎ですよね。あっちの方に行けばたくさんお店、セブンイレブンとかもあるし、まあ、いろいろクリエイトとかもあるので、あっちで買い物した方がいいかなと思います。それじゃあこれで終わりにしたいと思います。